法、モナコ JP さん、ブライトン JP に一瞬でツイッターフォロワー数を抜かれてしまう。さっきブライトンが日本語版ブライトン公式アカウント開設したんだ。動き遅かったな。モナコ公式はさっさと開設したというのに、タキの人気を勘違いしてたの丸わかりなんだ。やっとか、ミトの他に日本語できるスタッフ入ったのかな。これで今後も日本人取る可能性増えたな。ブライトンのアカウントフォローしたぞ。何時間でモナコ抜けるか楽しみなんだ。お前ら早くブライトン日本語赤をフォローしろ。フォロワー2800、滝は7000だぞ。このペースだと今日中にモナコ日本語赤を抜くぞ。ブライトンの日本語赤フォロワー3500突破。モナコ日本は少なすぎなんだ。カジノスポンサー活動報告と滝が出場しなかった報告しかしない。あと1時間でモナコ赤抜くやろ。ソシエダ JP は54000人、モナコ JP 6900人と解説時期は同じなんだ。滝は桁違いなんだ。モナコに登録しても有益な情報ないんだ。もはや滝もフォローしてない。ブライトン日本語赤5500突破。今日中に1万、行きそうなんだ。ブライトン結構なペースでフォロワー増えてるな。あと30分ぐらいでモナコ抜くんじゃ。フォロワーの数がどうした？量より質よ。モナコ6949、ブライトン6918。抜かれるー。ブライトン7000フォロワー到達、滝モナコ敗北。1時間もたなかったんだ。それにしてもモナコがここまで人気ないの謎なんだ。一応強豪クラブなんだけどな。そりゃホームでも3000人しか来ないぜ。以下の集客だしな。モナコは勝って最新滝乗せてくれるから滝にスタには需要あるはずなんだけど。人気なしをなんとかしたいと思いアジアマーケット狙った結果が滝。ごめんよモナコを。滝あんまサッカー得意じゃないんだ。モナコ JP はやる気ねえ。モナコ日本は滝が練習でゴールしただけで何回も同じ練習ゴールの報告してくるんだ。練習でゴールして滝が笑顔だとか、練習でゴールしてハッピーだとか、練習ゴールすらめったにしないから。練習ゴールでハッピー呼ばわりされる滝って一体、滝のハッピーのハードル低すぎ。ブライトンの日本語赤1万2000人超えたんだ。